こんにちは、目黒区の自律神経救世主、原町接骨院久松です。いつも動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回も自律神経の症状、その他の症状でお悩みの方にお役に立つ情報を提供いたします。今回はですね、暑さに対するセルフケアの第3弾、最初はですね、頭を冷やすということを言いました。2回目は腎臓疲労を回復させようということで、食べ過ぎ気をつけるっていうのと、腎臓に手を当てての呼吸っていうことを、説明しました。今回3つ目、大事なこと、もう1つ目よりも2つ目よりもさらに一番大事なことかもしれない、生物として体を回復させるのに大事なこと、睡眠です。睡眠、もういつの時期でも大事ですけど、特にね、夏場はもうやっぱり疲れると余計睡眠とって体を回復させないといけない。体を回復させるだけでなく、脳もね、やっぱり一日の記憶の整理をしたり、脳にエネルギーを貯めたり、そういうところで睡眠大事になります。ですから暑い時は普段よりも少し多めに睡眠をとるように心がけてください。よく夏場に起こる海の事故とかでやっぱりなる方っていうのは、結構睡眠が少なくてなるっていう場合が多いです。ですから睡眠をしっかりとらないと、やっぱり予期せぬことも起こってしまいますから、しっかり睡眠とるようにしましょう。本当にね、あとね、もう一つ寝不足になっちゃうと、もう一つ体が暑さに対して抵抗力なくなっちゃいます。もうただでさえね、暑さで疲れるのにね、暑さにさらに弱くなっちゃうんで、しっかり睡眠とるようにしてください。そしてもう一つ、睡眠の質を高める、この時期で特に睡眠の質を高めるためのポイントとして、膝から下の疲れを取ってから寝るようにしてください。膝から下、要はふくらはぎですよね。ふくらはぎの硬さがあったりしたら、どうしてもね、ふくらはぎから血液のポンプ回していくポンプ作用ってあるんですけども、循環が悪くなってきてしまうので、寝る前にね、このふくらはぎの方からの循環が良くなると、さらに状態も良くなりますんで、寝る前にもうそんなに疲れないで簡単にできるふくらはぎを柔らかくするセルフケアをお教えします。非常に簡単です。もう寝る前にもうリラックスした状態、だらんとした状態で膝を両手で持ちます。この時寄せなくてもいいです。もうただね、手で支えるだけ。もうだらーんとした、もう眠い状態です。で、この状態で足を、もう、しかそんなに力で、ただブランブラーン、ブランブラーンと揺さぶるだけ。これもグワングワンってやらなくて、もう自然にプラプラプラーと。もうこんなに力入れないで、ただなんか流れに任せて、プラプラ揺さぶるだけ。これを大体30秒から1分やってみてください。それぐらい揺さぶってから足をスッと伸ばすと、なんか足先がじわっと気持ちいい感じがあります。で、これは反対も引かないで、もうただ膝を手で押さえて、ブランブラーン、ブランブラーンと、もう気楽にゆーらゆーらゆーらと揺さぶるだけ。こっちを2、30秒やるように、30秒か1分ですね、やるようにしてみてください。そんな力入れちゃダメです。もう本当に楽に楽に揺さぶるような形で。で、終わったら、こっちを伸ばすと、こちらもなんか気持ちいい感じがあります。という感じで、ね、ふくらはぎからの疲労をとって、足ふくらはぎに溜まった血液を全体に流してあげることによって、より睡眠の効果も高まります。またもう一つね、睡眠 の効果を高める方法としては、当院で扱っている生体枕を使って寝るとさらに効果が高まります。また生体枕をお持ちでない方の場合は、以前も動画でご紹介したバスタオルを使った、セルフケア用の、セルフ生体枕があるんですけども、それを、15分から20分やってから寝るようにした方がいいです。そうすると、さらにいい状態で睡眠に入れて効果高まりますので、ぜひぜひやってみてください。
そして、これをご覧になっている方でもしですね、自律神経の症状またその他の症状でお悩みの場合、当院がお力になれるかもしれません。一回当院のホームページご覧になってみてください。もし私の力が必要だと思ったら電話でもメールでも LINE でもご連絡ください。今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。